どうもトレインです。本日もマリオカート実験やっていこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 200cc じゃないわ、 150cc ミラーコースの優勝ヨッシーアイランドと、でね、本日はね、この可愛いのかなんかいかついのかわかんないけども、このね、キャサリン猫クラシカル、クッションタイヤを使ってね遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。で、このカスタムなんですけども、200cc の GBS スカイガーデンで採用されているカスタムとなっております。で、このね、見た目からはね、本当に果たして強いのかと、まあ思われるかもしれないんですけども、意外とね、戦える性能してるんですよね。まあ性能面に関しては2レース目でね、詳しく話していこうと思います。まあ一旦ちょっと、レースに集中していこうかなと思います。ちょっと誰かハテナセンキューセンキューハテナ。さあ、裏にキノさん引いて、表にスター持ってるので、まあどっかしらでエクスター吐いて前詰めていこうかなと思ったんだけども、なんかもうめっちゃ前近くね、結構熱いなこれ。周りに危ないアイテムは持ってなさそうだから、一旦このまま走っていっても良さそうかな。よいしょ、さし、危ない。カニちゃんもしっかりかわしていきながら、ちょっとミラーだからね、走りにくい部分があるんだけども、落ち着いてね走ってまいります。さあ、みんなやっぱミラーでおじこり散らかしていらっしゃいますね。さあ、1位でオスターお持ちのお客様になりました。よろしくお願いいたします。さあ、ただね、1位出ちゃうと赤コーラバンバが引かれて、まあちょっと使いかけられる説もあるけど、あー、ちょっと誰か頼む頼む、ハテナ正解、ありがとうありがとうございます。よし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 。さあ、ただ乗りしていきまして、さあ、このスターなんだけどね、まあさすがに赤コーラ投げられてからでいいかな。さあ、投げられてないね。しっかりと俺に投げられてから確認する。まだ大丈夫、強すぎる。この状況強すぎるだろう。いや、でもさすがにそろそろさ、前詰めておきたいし、まあ、ワンチャンサンダー振られたら嫌なんで、まあ一旦キノコとスター、あー、まあ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 、そういうことなんですよ。まあこれでスター使って防御アイテムも持ってるなら、まあこれが一番正解に、まあ、なるんですよね。さあ、バナナしっかりかわして、まあここは余裕あるからしっかりハテナ割ってきた。これ多分上、はい、うまい、はい、うまい、しっかりと割ってって、はい、着地していきながらイン、しっかり突き散らかして、よーし、オッケー、チェーシャ。さすがに1位スター、キノさんはね、誰も止めれないわな。いや、はい、ということでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。第2レースいきましょう。さあ、第2レース目は 200cc のヨッシーサーキットでね、このカスタムの性能がまあこちらになっておりまして、比較としてまあ今環境で流行ってるヨッシートルネードも添えてるんですけども、結構ね、いい性能してるでしょ、まあ、かなりまとまってると思います。ただね、このカスタムの長所は、そこではありません、こちらになります。そうなんですよ、あの空中のねスピードがこのカスタムめちゃめちゃ速いんですよね。まあ、その代わり反重力の構図が遅かったりするんですけども、まあ、なんでね、あの反重力がなくてグライダーのあるコースとかだと、まあ、かなりね、あの戦えるカスタム、結構さ、あの結構話してたつもりなんですけど。まあそういうね、なんて言うんだろうな、空中と、まあ、地上スピードが両方、ちょもうあのさ、あのなんか見えないのに当たるのやめてもらっていいですか、ちょっとあの。さあ、ちょっとこれはさすがに止まらないと、まあ、勝てなさそうなので、ちょパツくん弱すぎ、さすがに弱すぎ。さあ、パツくん使いながら、しっかりとね、次の打開に備えていこうと思うんだけども、よいしょ。さあ、どうしようかな。一旦アイテム割りますか。一旦アイテム割って、キノさんスター引く。さあ、危ない、危ないですって、落ち着いて。さあ、落ち着い、危ない、キラーも危ない、キラー避けれないんだよね。さし、あ、待って、スターの使うタイミングが下手くそすぎて、いやー、まあこれはもうどうしようかな。気合で詰めるか、もう気合で詰めに行こう。さあ、アイテムぶち回しつつ、なんか出ろ、オッケーオッケー、スター悪くない。サンダー振ってくれてもいいけど、振らないかな、さすがに振らないか。一旦ちょっとラインが難しいから、うまいこと扱っていきながら、よいしょ、ちょっとこれ後ろに散らしておこう、後ろに散らしておきつつ、よいしょ。さあ、前の一人事故っていらっしゃる、いいよ、危ない、落ち着いて、危ない、ちょっと取られてるけど、なんとか、距離を離せ、オッケー、まあ、なんとか滑り込んで、よーし、オッケー。もう立ち回りらしい立ち回り全くしなかったけども、まあ、なんやかんや気合で2位まで滑り込めたな、オッケー。さあ、3レース目は新レインボーロード、まあ、ここね、反重力あるから、このカスタムね、反重力が、まあ、あんまり得意ではない方なので、まあ、しっかりこのね、地上区間と、
あとはね、グライダーがちょっとあるのでね、そこで差をつけてね、戦っていければなと思います。さあ、このカスタムね、クソでかいから。緑コーラとか横からもろ食らいそうで怖いんだけども。よし、一旦ね、よいしょ、しっかりとジャンプしながら走っていきます。さあ、初等科の民がいらっしゃるけども、もうごちごちにインを突き散らかして、守っていきます。さあ、ボム兵を見せて、おーおーおー、アップデー。しっかりとファイヤーボールをボム兵で防いでいきます。さあ、これで結構、まあ割とちょっと抜けたかな。ちょっとだけ1位抜けてるけども、あー、これダメですね。しっかりと赤コーラが2つ飛んできてるのを見て、もう体でね、受け切るという判断をしていきます。あー、でもどうしようかな。1位と2位がキノコ持ってるから、俺もこのままちょっかいかけずに走っていってもいいかもしんないね。まあ前2人どっちか土下座を食らってくれると思うから、まあそれにかけてね、しっかり、走ってまいりますか。さあ、2位に浮上したけど、さあ1位に追いついちゃいそうなんだよな。できればキノコ持ったまま、あー、オッケーオッケーオッケー、トゲゾ飛んできた。まあさすがに譲ってこないとは思うんだけど、譲られた時ちょっと勘弁したい、欲しいので、まあ一旦ちょっとラインを外しながらね、走ってまいります。さあ、トゲゾお蔵らいになっしゃって、緑コーラ持ってるね。一旦これはバツクス、おーおーおー、まあうまいですね、お上手ですね。さあ、どうしようかな。ただ、あー、まあできれば赤コーラ2つ通してね、勝ちみたいな展開を作りたかったんだけども、まあこれは攻めますか。反射反射反射当たれ、よーし、オッケー。しっかりと当てていきながらキノコ引いちゃうんですよね。いや待てよ、これキノコ引いたのはいいけど、防御ないから結構怪しいんじゃないかっていう説があるんですけど、これまずいな、逃げよう。あえてキノコを使って逃げよう。もうここは潔くトゲゾを切ろう。これも仕方ない、俺の攻めた結果だから、これはもうちょ己を信じて走って、やあー、終わった、マジで。はあ、こうやって攻めるからね、裏目に出ちゃうんですよね。頼む、なんかクラクションとか引いてくれてもいいんですけど、お願いします、お願いします、お願いします。さすがにそんな都合いいことは起きないよな。さあ、なんかクソ強キラーが上がってきてるけど、いやでもこれやばい、まずい、ちょっと待って、許して、許された、よーし、2位、オッケー。いや、もうこれで2位取れるんだったら俺も全然いいわ。赤コーラも全然飛んでくる可能性あったからね。オッケーオッケーオッケー。さあ、4レース目はエキサイティングバイキング。うわ、これどうしようかな。前張ってもいいっちゃいいな。一旦前張りますか。おお、ちょ、1位の人いなくなっちゃいましたけど、まあ一旦落ち着いてしっかりと、コイン取っていきますか。よいしょ、コイン回収することでね、マシンスピード上がっていきますので、しっかり10枚までね、集めていくことが大事になってきます。さあ、みんな結構止まってる。おぼろぼろ、しっかりとかわしつつ、よいしょ、まあ4、5か、5にはついてるけど、まあ悪くないポジションではあるな。しっかりと、まあコインさえ集めていけばなんとかなりそうだから、おお、よしよしよし、やり合ってるから、この隙を見せた人間からしつかいとね、仕留め散らかしていきます。さあ、緑コーラは、あー、惜しいな、ちょっと当たらなかったけど、これは後ろです。これは後ろです。このファイヤーボールは後ろ。あー、ちょっと待って、落ち着け。マジで落ち着け。さあ、コインは9枚。まあどっかしらであと1枚集めていきたいところではある。さあ、やばい、追いついてる。危ない。ちょっとブレーキ。ちょっとブレーキ踏んで、うまい感じに抜かして、参ります。さあ、3位に入って、キノコ緑コーラ。これ強いな。このまま、持ってって、走ってもいいまである。さあ、しっかりと、よし、ジャンプアクションを出しながら、ちょっとブレーキ踏みつつ、めっちゃ追いついたな。キノコ使って、よし、前に、いやー、なんかシングルしか割れてないんですけど、ちょっと渋いなー。これで、トゲゾー飛んできたら、また、ねえ、もうはぁ、やばい、ちゃんと、ごめん、譲らせて、ありがとう。Thank you very much。よしよしよし。ただ、ちょっと、復帰が遅いし、やばい、ケツクイト、危ない、ケツクイト、落ち着いて、これ、一旦避難します。一旦避難していきまして、オッケー。さあ、ちょっと、ちょっとね、トゲゾウの譲りの関係で遅くなってはいるけど強いよ。この木野さん熱いです。さあ、このちょっと待って、ジャンプアクション入ってもろて、一旦前投げとくか。しっかり一人でもしばいておきながら、まずい、それは耐えろ。サンディ、一旦サンディ耐えよう。危ない、ウイニングしっかりかわして、オッケー。いやー、2周目の最後キノコ保持だったか、ちょっと怪しいけどな。まあでもせめて3だったら全然いいわ。さあ、5レース目はパリプロムナード。このコースあれじゃない、なんだろう、陸上のスピードがね、ヨッシートルネードと同じでグライダーあるし、しかもグライダーこっちの方が速いから、なんならこのカスタムだったらパリプロムナードこっちの方が強いんじゃね。諸説あります。さあ、キノコ引いたけど、
いやこれは金取りに行きたい。ちょっとキノコを無理やり使ってでも、まあ先にお金をね回収していきますか。さあしっかりジャンプ出して、ここの3枚取りたい。うまい、しっかりと3枚を、取り散らかして、まあ後ろの人にね風取られそうではあるけども、なんとかなんとか耐えて、なんとか耐えていきたいところである。さあめっちゃ押されるけど、一旦ダブルと。さあちょっと周りが結構ごちゃごちゃしてて被弾しそうなので、ちょっとだけアウトの方回ってね、様子見ながら。あー待って、まずいのがいる。やばい、こっちを見てる、ミドさんがこっちを見てる。ただ前のところにもね赤コーラがいるからね、ちょっと危ないんだよね。そうなんだよね、抜かせないから。危ない、落ち着いて一旦金取りに行こう。多分4位の人も赤コーラ持ってたように見えるから、まあ、一旦ここはねお金をねしっかり回収してから。 OKOK、トゲゾ飛んできた。ただ2位の人のケツは食いたくないから、まあ、しっかりと当たらないように気をつけながら走っていきたい。怖い、お前どこいる、どこ走ってんだお前、どこ走ってんだ。おお、俺が前出てんのそれ。それ俺が前出てるんですね。オッケー。さあトゲゾー一発飛んできて1位踊り出た。さすがに、さっきのね、2レースから、学んでいく男。さあしっかりとインついて、赤コーラ持ってるからね、飛んできたら赤消しも狙っていきたいとこではある。よいしょ。まあさすがに2発目のトゲゾーは、いや待てよ、俺さっきから2発目のトゲゾーでやられてるんだよな。いやダメ、そんなこと考えてるからトゲゾーが飛んでくるんだよ。さすがにそんなねことは3連続起きるわけはない。さあしっかりとインついて、さあご自慢のグライダーのねスピードで、なんかやっぱ速いな。走ってまいります。さあ赤コーラが飛んできてるけど、これ消せるかな。オッケー、ちょっと待って、キノさんは違うくない。おい、当たんない。あーやばい、当たんない。くぅ、前抜かれる。待って、あーさすがにダメか。くぅなんでお前2位でキノさん持ってんの。どういうつもやねんマジで。強すぎるわ。いやーまあトゲゾーこそとんでもなかったけど、次それかよ。まあなんか3周目ぐらいで事件がね起きまくってて、あの気づいてないかもしんないけど、このカスタムで意外と上位取れてるんだよね。それだけでもこのカスタム意外とポテンシャルがあるなっていうのをね、まあ、見せれてるんじゃないかな。まあ正直俺もここまで戦えると思ってなかったから、まあ結構嬉しいね。ま性能だけ見たらねやっぱ強いんだけど、やっぱカスタムがね大きいとどうしてもね被弾しやすかったりするからね、ちょっと怖いとこではあるんだけども、まあ今のところはいい感じということでね、コースはスヌーランド。ちょっとダブル余らなそうだったからシングルで妥協したけど、別に妥協せなくてもよかったな。さあミラクルエイト引いた。あどうしようかな、結構1離れてるし、まあサンダーも降ると思うから、しっかりとねサンダーもろもろの警戒をしていきたいとこではある。さあここちょっと余裕ありそうだから、ダブル回せたりしないから、ちょっと無理だ。俺の連打が足らなくて回せなかったけど、弱すぎー。おい待て、これでどうやって勝つんだって話よ。一旦トゲゾーを投げます。いやー木の4かー。まあこれでなんとか前は詰まってるから、なんとかして、んーまあ戦っていければって感じかな。さあちょっと危ないよ、危ないミドさんがこっちを向いてるから、まあしっかりと当たらないようにブレーキ。もうだからさ、あのなんか距離取ってるんですよ、自分もしっかり距離取ってるんですけど。よいしょ。さあしっかりショットカーぶちぱなして、オッケー、一旦落ち着いてダブル取ろう。一旦落ち着いてダブル、あつい、これ強いよ、これワンチャンサンダー降ったりしませんか。よいしょ、一旦ミドさん捨てておいて、どうかな、降ってくれたりしないかな。熱い展開を期待してるんですけども、いやなさそう。なさそうだね、なさそうだけど、キノコでしっかりと、よしまた2。やめろ、ちょっとトレインセカンド来てる。トレインセカンドのお時間が今日は。とんでもないぐらい2位取らされるやん。いやーこのカスタムで1位をお届けしたいのにね、なんかほんのになんかあと一歩届かねえんだよなさっきから。まあでもここまで来たらマジで無限に2位取るか、そろそろ1位を取るかの、まあ、2択だと思ってるから、まあここでねしっかりと勝っていければなと思います。コースはリンリンメトロ。まあさすがに打開狙っていきますか。さあちょっとコイン取りたいんだけど、僕の方が後ろだったんですけどね。よくわかんないな今のは。さあコイン全然足りないからしっかり集めていきたいんだけども、テレサ引いちゃったし、まあテレサいらないから、まあ一発使っておきますか。さあ緑コーラ吸ってて、ダブルを回していきつつ、オッケー、キノさんスター引いた。これで次のアイテム回しで、危ない、ちょっと寄ってこないで、怖い、やばい、なんか危なすぎ。
ビビって、ちょ、ビビってキノコ1個使えなかったわ。キンキノは弱いね。さすがにこのキンキノでね、勝てないので、まあ、もう一止まりしていきますか。余裕はあると思うからね、しっかりと止まって、あ、待って、使えなかった。落ち着いていこう。まだ12位だけど、まあ、結局ね、最後1位取ればね、すべて解決なので、これちょっと早めに使っておきますか。ワンチャン振られると困るのでね。さあ、ちょっとここもキラー早めに入れといて、まあ2周目後半からしっかり詰めれるラインを取っていきますか。さあスター引いたね。これ待って待って、怖い怖い怖い、電車危ない。結構これで詰めれる体勢は整ってるから、スターここはしっかりと給油割りしていきまして、さあ1位がめっちゃ離れてて、いやーここスター引けないのちょっと渋いね。まあ仕方ないね、このまま。いやーちょっとそのファイヤーボールも本当に勘弁してほしかった。スター、スター、あー、まあまあ木野さん悪くはないが、やっぱちょっときついね今のファイヤーボールで。ただまだ俺はね諦めたわけじゃないので、しっかりとここでオッケーオッケー、キノさんスターではないけども、まあ悪く、はい、そういうこと、そういう、あーちょっと取れなかったけど、取れなかったけど、しっかりと、また2位、いやいやいや、さすがに、いやさすがに、さすがに次こそは1位ですよね、トレインさん、さすがに次こそはね1位取らせていただきますよね、ぴょんぴょんぴょん、頼む、大丈夫、イエーシーチェーン、オッケー。そらそうよ、そらそうよ、そらんだけに取ったら1位の流れ来るわ、いいよ。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がね、少しでもいいな、面白いなと思ったらね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。